いらっしゃいませ。ああ、二人。予約はされてますか？いや、してない。え？いけるっしょ。ガラガラじゃん。お前、ガラガラとか言うなよ。いや、だってそうじゃね。案内します。どうぞ。すいません。はい、お伺いします。ああ、これさ、全部じゃない？え？全部。これ乗ってるやつ。全部というのは？あ？何？お前、何丁？全部だよ、全部。このメニューに乗ってるやつ全部持ってきてっつってんの。いや、うち結構メニュー多いですよ。二人じゃとても。いいんだよ。何？この店は客の注文聞いてくんないの？いや、そういうわけじゃ。いいから持ってこいよ。あ、かしこまりました。あー、食った。吐きそう、マジ。いや、でも結構いい絵撮れたっしょ。あ、見て、これサムネじゃん。いや、いいね、最後の晩餐みたいで。あ、何それ。あ、知らねえの、最後の晩餐ってあんだと。あ、キリストとか。ほんま、クリスチャンかよ。バカ、俺がキリストなんだよ。ふん。で、どうすんの、この大量の飯は。あ、いや、このままでいいしょ。いやいや、なんか使えねえかなって。ああ、動画に。うん、なんかインパクト欲しいっしょ。まあなあ、捨ててみたとか。うん、店の料理全部捨ててみた。おお、いいね、それ。インパクトあるっしょ。うん、皿は。ああ、まあ別に一緒に落としちゃっていいんじゃん。まあ、違いましたとか言って。ああね、まあ天才。あざっす。じゃあ早速よ。ちょっと、あ、いい加減にしてください。は？何が？何がじゃないですよ。何しようとしてるんですか？いや、何って。普通に飯食ってるだけなんだけど。いや、捨てようとしてましたよね。うちの料理。それに、ほとんど手つけてないじゃないですか。は？何こいつ。やばくね？店員を。俺たち別に食い逃げしようとかしてねえじゃん。金は払うよ、普通に。それは、そうですけど。そうじゃなくて。そもそもうちの料理っつってるけどさ、俺たちが買ったんだから俺たちのもんだろうが。それは。俺たちは自分のもんどうしよう、俺たちの勝手だろっつってんの。でも、こんなに残して、それも捨てるなんて。あと、ずっと騒いでましたよね。他のお客さんに。あ、じゃあその時に言えよ。言いましたよ、何回も。なのに聞いてくれないか。うわ、これ完全に俺たち悪者じゃね。え、でも普通に飯食ってただけじゃね。マジ謎なんだけど。まあでもいいんじゃん。結構いい感じよ。あは、回してた。俺も。え、ちょっと、見して。ああ。ああ、はは、いい感じじゃん。何してるんですか？え、今の全部撮ってたの。見る。動画？ヒステリック店員にキレられるとか、タイトル。ああ、いいじゃん。ちょっと。何？それ、どうするんですか？え、もちろん投稿するよ。俺たち YouTuber だから。それが仕事。言っとくけど、俺たち結構影響力あるよ。30万ぐらいいるから。SNS 全部合わせたら40万ちょいじゃん。これあげたら多分炎上するんじゃん、この店。炎上？うん、そりゃお客様にこんな接客したら炎上するでしょ。それはあなたたちが。あ、いやいや、関係ないから、そういうの。編集で何とでもなるし。そんなの、ひどすぎる。そういうもんだから、ネットって。でもそうなったら大変だよね、この店は。え？うわ、泣くな。めんどくさ。開けないで。あ、動画は上げないください。いやいや、今更言われてもでしょ。ああ、動画は上げる、何があっても。猫の店も終わり。そんな。じゃあ土下座してよ、土下座。どうも、新藤さん。あ、どうした？僕で話聞いていい？俺ヤクザに囲まれたことあってさ、昔。ここと3人で、出入り口に1人いうことがあって、まあ、何があったかっていうと、まあ、俺そもそもの趣味がセックスと風俗巡りなのね。まあ、あの性欲が俺の本体だから、これは器やから、性欲が本体なのね。だから、まあとにかくその DM くれたファンの子を家に呼ぶか、また風俗、まあ、金ないからそんな頻繁に行けへんねんけどさ。で、まあ、東京住んどった時に、池袋の風俗、まあ、西口にあんのよね。あの、バイオレンスとか、クラブハートとか、まあ、そういうなんか風俗の通りがあるんよ。で、夜の23時半ぐらい。やから、もう基本的に受付11時、23時やから、やってないわけよ、23時半は。ただもうどうしようもなくムラムラしとったわけ。もうどうしようもなく。やばいと思って。どうしようと思って、なんかうろうろしとったわけ、そこらへん。いや、でも無理よな、みたいな。で、そしたら、その、なんかお兄さんが寄ってきて、やから、まあ、つまり、ポン引きよね。あの、ほら、キャッチ？風俗、
のキャッチのことをポン引きって言うんやけど、お兄さん、言われて。絶対あかんねんけど、どうしようもなくてムラムラが。で、まあ見してもらったらめっちゃ可愛くて、お兄さんもすごい良さそうな人やったわけよ。で、ついてったわけ。で、そのついてった店が池袋の、あれはなんつったんやろ。